YouTube の生の質問でミニベロに対してどう思いますかっていうのがありましたねミニベロなんか横文字出てきましたけどちっちゃい系の自転車のことですね自転車っていうと大体いい26インチとか27インチの車輪それがついてます消継車というのは16インチとか20インチとか非常にちっちゃいものですちっちゃく折りたたむ自転車についてますしあと折りたたまない自転車も ちっちゃいタイヤが付いてるものがありますねそう自転車に行くといろいろな自転車の中の一つとして置いてあります私この小型車に対してすごい否定的ですねそう実際私十六インチの折りたたみ自転車乗りましたたまに自転車に乗りたいからちっちゃいものを部屋の隅に置いとけばいい小型車だったら飾っといておしゃれかなと思って買ったんですけどそれが罠でしたね実際に乗ってみると直進性も悪いしハンドルも取られるし いでもなかななかか前に進まない自転車っていうとさっそうと風を切って走るシティサイクルでもロードバイクでもマウンテンでもそうですけど乗っててなんか速さ感じますねでも16インチの小径車乗せた時全然速さ感じなかったですね歩くより楽です楽ですけどそう自転車のさっそうとした爽やかさそれが全くないですねもうまっすぐ走らせるそういう苦痛だけですね あと急にブレーキかけたらなんか前に転びそうな何か怖い不安理屈上ギアとかしっかり合わせててペダルのこ,ぎこいだ感じとか26インチとかの自転車とかと変わらないようにしたるハンドルの位置とかシートの位置それも普通の自転車と変わらない理屈上全く同じはずなんですけどタイヤのサイズだけちっちゃいですでもそれだけで快適な自転車っていうものが普通の自転車に変わりますね ここでメッセージなんですけど初めて自転車を買う人その人を証券者はやめた方がいいですね初めて証券者買って乗って辛かっただから自転車全部はこういうものだそう感じてしまおうと思いますねだから最初は26インチとか27インチの普通の大きさの自転車それを買うことを勧めますねそれしたらシティサイクルで風を切るような感触を味わいますねその後で ミニベロととかか折りたたみ自転車を買うののがいいのかなと思いますね。まあ証券初めて接すると自転車に対する考え方もうそれが全てだと思うそういう罠にはまってしまいますあと自転車知ってても証券車に乗るとこんなに大変だったんだって思いますねだから知ってる人は試乗して買う知らない人はまずは買わない普通の自転車を買うそういうことをお勧めします